黒田長政の兜、アホすぎて笑った。黒田官兵衛という偉大な父を持ち、父と同様に武勇を轟かせた武将、黒田長政。そんな彼の被っている兜ですが、これは銀箔押しの市の谷兜という名前の兜で、源平合戦において源義経が断崖を馬で駆け下り奇襲攻撃を仕掛けた、市の谷の戦いの地形を表していると言われています。まさかの地形モチーフ。そんな兜に対するネットの声は、めっちゃ風受けそう。そらこんな表情になるわ。この情けない顔どうにかならんのか。馬も変な髪型で草。絵特有の誇張じゃなくマジモンなのが草。ちなみにこの兜は、静ヶ岳の七本槍の一人、福島正則といろいろあって、船下になったところを竹中茂春という、黒田長政の恩人である人物が仲裁に入り、お互いの兜を交換した時のものです。もともとこの兜は竹中茂春が福島正則にあげたものだったんだぜ。ちなみに黒田正則の部下の兜がこちら、そして父親である黒田官兵衛の兜がこちら。この黒田家センス。